皆さん見えますか？あそこ。もうサイト6まで来てしまいました。ケバケバインクを超えて、さらにその先の、サイト6に今日は向かっていこうと思います。うわー、吸い込まれるー。これが最後なのかな？本当の本当に最後なのかな？ちょっと、この後さ、野球のクライマックスシリーズ見たいからさ、長い時間はできない、できないのに、やっちゃうんだよな。てかもう水だらけじゃん。泳げないんだよな、イカちゃんって。イカなのに。あ、ある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 。あれなんだろうね。あそこにいるのかな、じいちゃん。待って、いきなりあるぞ。いきなり風船がある。待って、風船。風船壊させていいか？おい。どこ？どこどこ？あれどうやって行くの？ねえ、ちょっと、あの、風船。風船が、こっち？風船、風船行っちゃった。風船行っちゃった。わかった。夜間からやろうかな。先生、待てよ。いや、やめとこ。夜間からやろう。どうせね、できなくなっちゃうんですよ。あ、一応見てみるか、これ。なるほど。こんなビルみたいな形してるんだね。これあれかな？洪水とか津波が来てさ、埋まっちゃったのかな、水で。もともとさ、ビルがあったみたいな感じ？どうなんでしょうね。帰り道取っとくか。あ、ゴールドディスク、ナイス。はい。てか、強化ポイントもなんか91になってる。これさ、最近やってないんだけどさ、やった方がいい？もしかして。できるんだよ、全然。カーリングボムとか欲しくない？はい。もらおう。カーリングボムもらおうぜ。あ、いけるいけるいける。カーリングボムゲットー。あとね、クイックボムとかもあるけど。別にカーリングボム1個でいいな。なにこれセンサーって。敵アイテムなどの近くにある重要なマーキングだと。え、これめっちゃいいじゃん。開けます。自由だな。あ、強化しまーす。いけるやつちょっと強化しましょう。で、ボムの方もね、強化できるのでね。これ全然やってなかった？みんなやってる？はい、センサーも追加。だからレベルめっちゃ上がりそうだけど、さらにその下は、スーツ回復力いいね。めっちゃいいじゃないですか。で、あとは、小鮭も強くできるし、まあ別にもういいか。これ以上ね、小鮭が与えるダメージ強くなまあいいじゃないですか。はい、じゃあ、ちょっと強くなったと思うので、行ってきます。今日は何個の夜間をやるのかな？20個ぐらいあるのかな？ちょっとビグビグしてるわ。ということで、うわ、霧だ、見えねえ。なにこれ？ゴールしろってこと？何にも見えないぞ。ノームだ、ノーム。ぐるっと回ってゴールしましょう。あれ、目の前にゴールあるけど。え、ゴールありますけど。え、どうすればいいの、これ。ぐるっと回ってって、こういうこと？後ろから回るってこと？そして上に行くってこと？上かな？あ、なんにもないぞ、上。入れない。どういうことなんだ、ぐるっと回ってって。こっちなんか道がある。うわ、ゾネス！ゾネスいるぞ、ゾネス。タコゾネスいる。ちょ、待て。これは倒していくべきなのか？どれだ？スプリンクラーと間違えた。ゾネス！ゾネスいたね、ゾネス。ゾネス！はい、倒させてもらう、ザマス。なんか道できた。まあ、マーケット。ゾネスいた。いたいたいただ、おーおーおー。ゾネス何これ？ローラーか。はいはいはい、曲線倒すね。着地狩り。はい、着地狩り。これノラでもやられるので、ナーバリバトルでもやられる。おーおーおーオッケー。チェックポイント追加。お、せっかくだし使っていきましょう。はい。おい。全然当たってないんだけど。いてえ！やばい！やばい！やられる！マジでやられる！マジで！あー！全然当たんなかった！俺のスペシャル！難しいよ！難しいよ！ウルトラショット俺まだ未だに下手なんですよね。ほい、倒した？傘強いね。ここいる。あ、これもしかしてセンサーってさっき強化したセンサー？めっちゃいいセンサー。見えないもんだって。ノーム。よし。アーマーゲット。普通にドレス良かったざますね。うん。なになになに割られたんだけど。ちょ。危険だな、やつ。オーケー、スペシャル取った。ドレス強くね？あ、なに？雨使うよ。これ雨、
ちょっと待てば。ちばめ食らうんじゃね？そんなことない。なんか戻ってきたんですけど、いないので倒そう。はい、ドネス。ドネスどこだ？そこか。まあ、せっかくだし、小鮭も投げて。うわ、うわ、オッケー、どうした？全部どうしたか？あ、開いた！なんだ！そういうことか！まあでもちょっと強かったな、タコゾネス。油断したらやられる。まあ、霧の影響もあるってことにしておこう。てか、マジでマップ見ると、最後だわ。イエーイ。せっかくなので、もじゃもじゃも、取り除いていきましょう。何かあるかな？あ、この先行く道が、レールで、ああ撃っちゃったごめんごめん撃っちゃった撃っちゃった。こっち次。おぉ、なんか出てきた。はい。で、まあ、一応、もじゃもじゃは足りてるのでやっとこう。で、これ壊しておいて。はい、煮干しゲット。なんかあっちにもある。あと、下になんかありそうじゃね？センサー出ないかな。センサー出ないか。あ、小鮭が反応してるぞ。小鮭ここか。おお、よくやった、小鮭。てか、ミステリーファイルゲットしなきゃいけないしね。やべ、もう迷子になりそう。もう俺迷子になりそうなんだけど。あ！魚発見！集う美の息って書いてある。どういう意味？綺麗な人たちが集まってるのか？ハーレムってことか？なんだ？ハーレムなのか？よろしくお願いします。無料って書いてあった。なんだ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 、いろんな攻撃に気をつけてゴールをしましょう。どんな攻撃が？ここに敵がいるのか。壁を、おい、おい、いろんなとこから攻撃されるのか。で、あ、ここでなんかあれらしい。あ、別に特に何もないわ。え、なに、どこ登るんこれ。全部倒しちゃっていい？あ、上開いた。あ、こっち開いた。なるほどね。あ、いろんな敵出てくるんだ。オッケーオッケー、今までの敵たくさん出てくる。やられないように行こう。小鮭も頼むぞ。小鮭も頼む。オッケー、ここ飛んでるのを跳ねてるのを倒して。オッケー、小鮭ありがとうね。小鮭がちょっといい感じに、系統買ってくれた。鍵？鍵何に使うんだ？どこの鍵なんだこれは。教えてくれ。あっちか。逆側だ。ちょっとイカロールしっかり使っていこう。これじゃね？鍵。開いた開いた。アーマーもゲットしました。で、敵は？おぉ、ここにいっぱい止まっていた。ウルトラハンコゲット。間違えて使っちゃった。間違えた。ごめん、使っちゃった。んー、まあいいや。オッケーオッケー、下かなこれ。下だね。チェックポイント。ここでウルトラハンコ使うべきだったんだろうな、きっと。多分そうなんだろうな。ういー、イカロールして。ういー。イカロールの本当の使い方は、この、スタンプゾネスを倒すためじゃないか。あ、タケコプター危ない。危ない。で、これも、イカロールでいけちゃう。オッケー。これ失敗したら死ぬけどね。せっかくだし使いましょう。おっと、避けられた。目の前にいるのを倒したい。上から行ったな。オッケー。ちょ、チャージャーもおるんですけど、オッケー。チャージャーは車線こう避けながら上に登っていく。うわー危ない。これ一人倒した。これチャージャーもやれるこれ。これイカロールを駆使してね。鍵が？オッケー、鍵手に入れたということで、鍵はどこで使えばいいんですか？てか今回面白いぞ。あ、いた、もう敵が待ってるあそこで。ここで待ってるよ。開いた瞬間攻撃だろ？おー、なんか出てきた。おー、出てきた。もういない？さすがに？よーし！まあ、あんくらいじゃ俺を止めることはできない。調子こいてる。普通に楽しかった。あとは？じゃ、何個ステージあるか見ていいですか？まあ、ダメって言われたら見るんですけど。1と3か。まだそこは知れないね。もう一個前のステージ13個ぐらいあったからな。ね、小鮭反応するかこれ。あ、反応してる。やっぱ、あるね。なんか知らね。
あれ？ここか。オッケーオッケーオッケー。次行こう。次行ってみよう。次は、これだけ投げとく。なんかありそうじゃね。ここ、あ、ディスクだな、これ。金の、ほら、ゴールドディスクゲット。まあ、だろうな。あの、プレイヤーの近くにあるからな。はい、来ました。一応開けとくか。え、なにこれ？ルーティーン。あ、ゴールするだけでいいんだ。ちょっとやってみ。てか、上さ、もうボスじゃね？もうボス見えてね。ちょっと気になるとこだけど、周りをやってから行こうかな。せっかくだし。はい、よろしくお願いしまーす。ゴールを目指せって書いてなかったっけ？はい、頂上に登ってゴールしましょう。はい、よろしくお願いします。アーマーゲット。うわ、これ何もない。じゃあ、とりあえず倒して、道がないんだよな。倒さないと道が出ないかタイプか。あー、逆に下に出るんだ。エレベーターか。あ、すごい。しかも外が見えるエレベーター。もう俺狙われてるんですけど。あの、あいつ怖いな。リスキルマンだ。どこ開くんだ、どこ。やばいやばいやばい。いきなり狙われてるって。いきなり狙われてるってずるいってするの。ずるいって下から、来て。登れないのか。下には敵がいるな。どこで登るんだ、ここか、ここだな。発見発見。ちょっと下に敵行ったの見つけたんですけど、ガトリングが危ねえ。危ねえ。上いるね。やれるね、これ。オッケー。で、登れるところがここか。ここにありますね。はい。はい。はい、ガトリング倒して、ヌーティくんのも倒して、ちょうちょ登れてるね。うおー、登れ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 。スペシャル？違う、あっちに投げるんだ。オッケー。倒しきれてない。まあこういうもんでしょ。こういうもん、こういうもん。意外とね、サクサクいけますね。あと何個ステージあるんだろう。もうあの夜間は確実にボスですよね。あおりちゃんがいるのでちょっと聞いてみよっか。あ、くれるみたいです。いくら、ありがとう。あの夜間一応ちょっと見とくか。上行っとくか。結構長い道のりだね。近い、行ける。これだ。これ。ここに、もしかしたら、いるんすよ。強いのが。そう。あー、連れてかないで。頼む、そこに乗って、乗る乗りは、ありが、あー溺れちゃった、イカなのに。イカなのに溺れちゃった。違う、俺は戻りたい。あ、こっちの夜間行ってないじゃん。行こう行こう。発見したぜ。煮干しもゲット、イリニウムって言うらしいけど。はい。ジェットパックを使ってゴールしましょう。だって。なんかまた新しいやつだ。難しいんだよな、こういうのって。武器とか決められてないからこそ難しいんですよね。はい、よろしくお願いします。ちょっと昔のスプラトゥーン2のオクトエキスパンションにもあった気がするけど。はい。まあ、このジェットパックの状態でも潜ることってできるので。はい、こうやってね。潜っていきましょう。ちょっと上行けるな、これ。トコ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 で、これ取っとこう。はい。で、おぉ、危ねえ。危ねえ。あー、危ねえ。ここくぐって、はい。くぐって上から行って、俺ジェットパックの使い方結構ね、慣れてるんで、あ、これ一応取っときたいけど、やばい！危ない！いっか。別に取んない、取っても死ぬ、取らなくても死ぬわけじゃないから。オッケー。はい。ほい、オッケー。次どこ行けばいいのかな。目の前ありますね。で、急降下して。危ない、危ない、危ない、オッケー。ああ、危ない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 。普通に落ちていくだけだった。ハラハラさせるなよって。なんだこいつら。なんだこの寝台みたいな。エジプトっぽい、なんだこれ。エジプトというかなんか闘技場みたいな。ここね、あの観客がいるんだよ。全然当たらんわ。あ、跳ねてる。跳ねてる。跳ねを対策。跳ね対策。おい、着地は空中で避けれない。よくあのアニメとかで言うよな。
空中にいるときは避けれない。でもそこで空中で移動するやつがめちゃくちゃ強かったりするんよ。はい、最終チェックポイント。早いね。早いね、本当に。なんかめっちゃ攻撃されてます。なんかめっちゃ狙われてます。はい。なにこれ。あ、これだな。多分これだ。うおーひっくり返った。オッケーいいジェットパックだったんじゃないでしょうか。あそこひっくり返るのちょっとビビったわ。あれはちょっと予想外でしたね。そう、全く関係ないんですけど、今日パンが食べたくて、行きつけのパン屋さん。まあ、行きつけっても3回くらいしか行ったことないんだけど、ちょっと行きたいなと思って。食べに行ったら、もう閉まってました。パン屋さんはね、昼に行ってもね、閉まってるんですよ。あそこ早いからね、みんなね。パン屋さんで。あ、ここ。発見。競争という、なんたらかんたらとやだった。漢字が読めねえ。あと、猫ちゃんが今日も邪魔しに来る可能性があるのですが、優しく見守ってあげてください。ドラちゃんって言います。ドラちゃんは、ブリティッシュショートヘアの種類のね、あ、来た。見えないよ、ドラちゃん。見えない、ちょっといてね。あ、その、スイッチ蹴っちゃダメだよ。ちょっと時間内にゴールしましょう。ちょっとやばい、ドラちゃん、ちょっといて。これまずい、これ本当にまずい。25秒で終わらせるから。いくよ、ドラちゃん、いくよ。レディー？あ、まだだ。レディー？ゴー！トゥー、トゥ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 こっちこっちこっち。はい。チェックポイント取って、10秒、40秒もらいましょう。何これ？あ、やばい、時間やばい。今ちょっと時間ロスした。早く、お願い。早く行って。ここ。次頼む。いけ、どっち？左から行く、俺左から行く。あ、右の方が早かった。やばい。うわー、ちょっと、本当に時間やばい。さっきのあれが、響いてる気がする。OK、プラス25、プラ2。はい。で、何これ、ロールがコロコロ転がってて、目の前の避けて、ミサイル避けていきましょう。ってか、ミサイルというとね、最近ね、なんかちょっと物騒なことありましたね。本当に触れない方がいいのかな。ああ当たっちゃった。でもイカロールだから大丈夫。はい、さよなら。今当たったけど大丈夫だったぞ。さすがイカロール。あ、やばい。さよなら。もう上短縮です。はい、勝ちました。ちょっと道は我が道を行くという新しい道を作ってしまったんですけど、ガリューですね、ガリュー。イエーイ。あと何個残ってるんでしょうか。僕には知りません。あと何個残ってるの。とりあえずケバケバも壊していこう。おお、なんか出てきた。イエーイ。また強化できそう。お、どうした？ナイス。かなりその先があるね。あ、ここもやってないし、ケバケバあるし、埋まってるやつもある。はい。ポケモンゲット。まあ、一応開けとくか。先に、ケバケバやっといて、こっちにもあるね。あ、てかなんか見るやつがある。ケバケバ当たるか当たんないか。まだ行ってないとこ何箇所かあるな。わかった。ちゃんと頑張りましょう。ここって濡れない登れない。もう難しいな、あれ当てるの。当てられるこれみんな。むずくね。あ、これでいける。はい。あ、いた。むずいね、これで、ね。ここみんな苦戦するんじゃないか。登れないんだけど。登れないんですけど。
どうやって登ればいいんでしょうか。何？筒持たせ？なんだあれ？本当に登れないんだけど。あ、ミステリーファイルあるじゃん。え、どうやって行くんあれ。え？上から飛ぶのかな？後で。ちょっとやってみよっか。先に違うとこ行ってね。まあ、とりあえず夜間があるんですけどね。シャープマーカー。限られたインクでゴロしましょう。だから、あんまり無駄遣いはしないで、ちょこちょこ打つのがいいのかな？決められてるわ。もうきつい。もうきついこれ、見て。あ、すごい、メタルギアソリッドみたい。バレないように歩いていけばいいんだ。で、ここで、あえてこうやって塗っちゃダメ。あ、塗っちゃった。ちょっとやばまあ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 。道開けてくれたので、こちらから行きましょう。はい、さようなら。で、こういうとこでこうやって塗っちゃダメなんだよ。俺ダメだ。ふざけちゃうもん。あ、無理。これ、ごめん、倒さないと無理だ。ごめん、これは無理だ。ちょっとずつ使っていっちゃったな。うわー、タケコプター。ボムタケコプターがいるぞ。どこまで？あー、ここ反応するんかい。もう、逃走逃走。放送します。意外と見つかっても平気ですね。スプリンクラーはぶっちゃけ無視でいけるでしょ？別に敵じゃないしね。ただの置物なんで。お。ちょ、それは無理でしょ。ごめん、それは無理でしょ。そっから出てくるな。聞いてないもん。聞いてないもん、それ。ここの脇、だって、あ、わけ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 。うおうおうおあぶらあぶらあぶら。ちょ、次回んなきゃいけないじゃん。ちょっと、ちょっと。はい。あぶらい当てられても死ぬ。おぉあぶらあぶら。おぉ怖い。まだ狙われてんですけど。やめてー。やめて狙わないでー。極力、僕のことは気にしないで。お願い、付きまとわないで。どうすればいいのこれ。上行けたなんか、バグった上行けたぞ、今。あ、もう上行けんじゃん、これ。全く使わなかったよ。ここで使うわ。はい。はい。全く使わないでいけるぞ、これ。もっと使ってもよかったんじゃん。ちょっとビビらすなよ。いけるじゃん。はい、ということで。他にもやってないとこ見に行きましょう。あ、あそこじゃね？少年の。そこに投げとこう。なんだな、下げか。こっちじゃね？あ、あとちょっと飛び降ります。はい。次は武器3つぐらいあるな。あれか、ドラちゃん、猫のドラちゃんが寝始めました。最近ね、タンスの上で寝るんです。で、実況とか編集してる俺をね、見守ってくれてるんです。かわいい。写真は見せません。僕のツイッターかなんかに載ってます。急いでゴールしましょうって書いてある。何？急いでって。時間あるの？床が沈んだって書いてある。あ、わかった！早く行かないと床がし、あ、やばい。いや、マジで、ちょっとマジでやばくね、これ。そういうこと？危ない、マジでやばい。マジでやばい助けてマジでキャラコン。オッケー。戦ってる暇ないってことだろ、要は。これも取ってる暇ね。頼む。本当に。ボルトマーカーで行くしかない。あー、もう上まで行けない。イカロールでも行けなくなっている。危ない。騒ぎすぎじゃね。びっくりした。騒ぎすぎじゃね、今の。ビビるよ、あれは。急に底が抜けるんだもん。はい、ありがとうございました。クリアさせんない。あ、いけるじゃん、上。ミステリーファイル残り何個手に入れればいいんだろう。ミステリーファイル探さなきゃいけないよ、俺のミッションは。はい、
あ、ここあと3つありますね。きっと。21、22、24がありますね。3つ!結構多いよ、3つは。で、1、2、3、4。5と6と8。5と6と8とまだありそうだな。まだまだありそうだ。少なくとも3つはあるんだろうな。で、ボスがいて。で、ミステリーファイル探さなきゃいけないから、こう、ところどころ鮭を置いとかないといけないですね。ないか。よし、こっち行こっかな。あー、でも、繋がってるだけだ。あ、じゃあこっち行けるね。この先だね。はい。あと、青のさ、あのバルーンからミステリーファイルも出てきそうだからな。あ、これ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 。大事よ、これ大事よ。静と動の美しいバランスだって。なんかこういうタイトル増えたな。さっきも美のなんたらって書いてあったし。美の息みたいな。え?珍しい。洗濯機を使えって書いてある。珍しくない?スクリューかな?もしかしたら扇風機とかありそうじゃない?タイミングを見ながら殺しましょう。本当にこの武器で合ってんの?え、ちょっと待って、本当にこの武器で合ってんの?なんかやば、早くしないとクライマックスシリーズ始まっちゃうんだけど。DNA ベイスターズ対、阪神の試合を見たいんですよね。ちなみに僕、チケットですね、友達が、買わないって、くれるじゃなくて買わないって言われました。友達に。できるならばもらいたかったけど、でも、行きたかったんですけどね。明日行きたかったんですけどね。しかも最終戦じゃん、第2試合目って絶対やるし。ただ雨ってのがある。行かないんですよ。行かない、スプラトゥーンやるんですけど、あー危ない。これゴールどこよ。これゴールどこ?下から通せるこれ。あ、下から通した。え、どこ行けばいいんこれ。上に乗るのかな?え、どっか繋がってんのかな?ゴールなくね?こっち?なんか、上行けませんけど。どうやって行けばいいですかね、これ。あの人とりあえず倒すんですかね。はい。あ!やっぱり倒す。倒さなきゃ、使ったんか。これね、これと、あ、ここから行くんだ。やっぱ倒さなきゃいけないんだね、こういうの。で、下のやつ倒してないけどいいのかな。まあ、いっか。はいはいはい、よろしくお願いします。うい。まあ、こっちまで行けるな。これも多分倒さないと出てこないよな。はい。どう?出てきた?あ、出てきた、出てきた。やはりだ。倒さないときついんだ。あ、登れた。あ、登れた。オッケー。うい、ありがとうございました。なんかさ、サイト2が一番難しいイメージあったんだけど。ジャンプして避けるやつ。そうでもないんかな。うい、よろしく。あ、じゃあありがとうございました。こっそり猫ちゃん触ってんのバレてます、もしかして。猫ちゃん可愛くてこっそり触ってるの。あ!またミステリーファイル!やった !21 番ゲット。うわ、でっかいスルメ。これは後で見ていきましょう。で?特に何かあるわけでもない。またここ降りた方がよくね。ここ全然やってないけど。ケバケバ、とりあえずケバケバ。あ、こじゃけ出てきて。こじゃけ、はい。よし。じゃあ、夜会行きましょう。今回、ローラーですね。あ、猫ちゃん。ウレちゃん、かわいい。寝てる。寝てる猫が一番かわいい。スプラローラー。カーリングボムついてるぞ。大事だな、カーリングボム。てか、カーリングボムさ、使えるようにしたのに、いつ使えるんだ?これまた別なのか?あ、ゴールしましょうって書いてある。コロコロしていいのかな?インクギリギリになっちゃうかも。買ったから、カーリング。ちょっと待ってね。回復して。これはもう普通にさ、カーリングで行っていいんじゃないか。で、ここ飛び越えて、一直線。あ、一直線で行ける。おい。もうね、戦わずしても行けるので。よし、カーリング。よし、よけたカーリング。さらば。うれ、縦振り!ここに生きてるだと?で、ここ登って、ありますね。トランポリンからのキル。もう一丁トランポリンからのキル。はい、オッケー。
まだ目の前にいるね。トランポリンからのローラーは難しい。オッケー、意外といけますね。んー、登れ。よいしょー、オッケー。で、目の前のペッパーを壊して、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 オッケー。もう狙われてる。さあ、ここどうするかな。まずは、道を作る。で、おー、なんか、抜け道あるよ。抜け道って書いてある。抜け道発見しちゃったけど、俺。バレてないですね。背後から。正面から。あ、やった。抜け道のおかげで。よく見つけたな、あれ。ごめんな、待機してたところ。そこにはいないんだ。ありがとうございました。まあ、背後からのなんか、攻撃がね、刺さりましたね。ありがとうございました。もうそろそろ、夜間終わっちゃうんじゃない？ストーリーいっちゃうよ。1、2、3、4、5、6、7。あ、5ないわ。あと5があるみたい。5も、5もあるのか。11とかもあんのかな？この先行きましょう。ミステリーファイルもあと2個あると思うので。あれ、なんもない。ケバケバ壊そう。ここなんかありそうだけどね。あ、ミステリーファイルじゃん。うえぇ、はい、ゲット。22番。よし。よし。テンタクルズがなんか怒る。気になる。気になってる。うなちゃん気になります、ああいうの。よいしょ、あと1個ですね。あ、戻ってきちゃった？これ。ぐるーって一周してるよ。じゃあさ、あれやろうよ。あの、風船。風船まだ終わってないんだよ。最初の青い風船。あれやろうよ。待って、さらに上に拉致された。あ、あった。待って、風船は後回しだ。あ、ディスクゲット。はい、夜間行きましょう。追い求めていた暮らしの正解がここにって書いてあった。なんだ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 ？なんなんだ？クライマックスシリーズ始まるぞ、もう。あと20分で始まるぞ。なんなら。俺、ダゾーン契約してるから見れるんだよ。このためのダゾーン。はい、よろしくお願いします。鍵を探してゴールしましょう。鍵。もうボブやば。てか俺トラップなんだけど。仕掛けとこう。珍しくない？トラップって。とりあえず正面行こっか。鍵、あ、これ、ここに鍵を刺すのか。はいはいはい。鍵がどっかにあるみたい。君らが持ってるのか、鍵。なるほど。あら、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 あら。お、ごめんなさい、あの、ごめんなさい、一発目で、はい、ごめんなさい。ごめんなさい、本当に。終わりました。一発目で終わりました。すんません。あれ？あ、みんな持ってるの？これ、もしかして。鍵。全員が持ってんの？うわ、めんどくせえ。あと何匹いるんだ。絶対倒そう。トラップ？トラップなんて知らないよ。俺トラップなんかに。トラップなんかにね、あ、鍵持ってない。そう、トラップなんかにね、頼らないよ、俺は。普通に倒すよ。はい、鍵ゲット。あ、なんか変なとこ入っちゃった。変なとこ入っちゃった。なんか入っちゃった。変なとこ入った。あとは？鍵あと何個？1、2、3個ぐらいあるな。3匹？任せて。3匹任せて。そこいるね。そこいるから上からなの、これ。今度は上から、雨のように垂らす。ああ、置きぼめしてる。うわぁ！早い！早い！早い！って普通に早い！早いよ、あいつ！ちょっと手加減してくれよ。どこだよ。どっちだ？どっちだ？いけ！よし、鍵2個目！あとは？あとどこ？あそこいるね、なんか。いやー、惜しい！惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。待て！よし、よし、もういいんじゃね？あ、全部だって！ゲット、ゲット、ゲット、ゲット！オッケー、普通にトラップ使わなかったな。俺のトラップは無意味だった。意外とね、しぶとい奴らでしたね。彼らは。あ、これ取っとく？うり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 。オッケー。で、これも取っといて。はい、最後。ゴールと。トラップだから割れなかった。ありがとうございました。
鍵を探す系もな、好きなんだけどな。本物はどれだみたいな感じじゃなかったな。普通に本物しかなかった。よし。あ、小じゃけなんか見つけた？なんかあるのか。あ、チケットじゃん。ほっと。ナイス。小じゃけさんナイス。うちの小じゃけさんって名前なので。よし。最終回か、これ、そうだ。もう多分最終回だよ。あ、さらにあるよ。これもやっちゃいましょう。ウルトラハンコだけだ。どんな感じなんだろう。俺、ウルトラハンコ制御苦手なんだよな。しゃあ、よろしくお願いします。制御苦手なんですけど、頑張りましょう。時間内に目標を叩きましょうって書いてある。ん？どういうこと？あ、こっちか。こっち行ってスタート？はいはいはい。これ目標。一体倒したらカウントダウンが始まる。こういうことか。これ全部倒すの？あ、むずいむずい。制御むずいけど練習なる。はい、全部倒したよ。まだいるまだいる。ぐるん。からの。ぐるん。あ、投げた方がいいのか。おい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 。あ、こっち。別に行ける。あ、やっぱ時間がやばいな。投げてもいいんだ。はい、次は？はい。オッケー。はい。はい。あ、こっち、普通に、ゴロゴロした方がいいかな。いやー、待って、きつい。ほんときつい。な、十何秒しかない。いけるか？残り一個、どこ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 ？あった。うやってなんかすごいとかしてた。初見でこれは厳しいんじゃないか？でも頑張りました。ありがとうございました。いいね。順調なのかな？ほとんどやったかな？夜間は。ケバケバも全部やったかな？できたかな？ 12 番までやったってことはさ、もうないんじゃないかな？これ以上ないんじゃないかな？あとミステリーファイル1個だけ。多分あれなんだよね。あー、こっちじゃないの？あー、こっちじゃないの？あ？多分あれだ、あ、サイト1から飛べばいいや。ちょっとジャンプして。多分最初に落ちちゃってさ、青い風船でミステリーファイルが全部行くんじゃないかなって俺思うんだけど、ケバケバも見た感じないよね。一応見てみましょう。ない。やってない夜間もないよな。あ？あれは？おんじゃん。横一個あるぞ、やってないやつ。多分あれやってないぞ。まあ、まず、目の前のこれから行きましょう。待って。待って。壊して。で、今度上だね。これほっといたら風船飛んでっちゃうから。プーさんこれで飛んでていなくなっちゃったからね。熊のプーさん。100エーカーの森のプーさん。あっちだ、今度。急げ、急げ、急げ。急げ、マジで急げ。はい。で、次こっちね。落ちないようにしっかり当てましょう。OK。で、目の前の風船もしっかりと壊して。次こっちか。あー、結構遠いよ。ここなんかありそうだけどな。まあいいや、まあいいや、まあいいや。あー。次こっち、こっち？こっち？はい。遠いよ、遠いよ。さらに。はい。で、これ戻るんだよね。あ、ほら、夜間あるじゃん。これやってない夜間。あ、てか、戻らなきゃ。一回戻るよ。オッケー。戻ってきた、戻ってきた。最初のとこじゃない？待って。ラスト？ラスト、5個。1、2、3、4、5。で、最後の1個、クリアさせていただきまーす。ミステリーファイル！最後の1個だ！よっしゃー！ 24 個なんかぐっちゃぐちゃだぞ！なにこれ？なに対象名、マザー。ランチ、ユー、アズマ、ニシオ、フォアソン、ルージュ？偽名って書いてるけど、これなんだ？指名手配か？なんなんだろう。でもさ、このさ、指名手配されてる下の人さ、アズマ、ニシオさん？これあれじゃね？散歩教えてくれる人じゃね？そうだよね、散歩させて、気になるな。なんなんだ、これ。てか、
あの、夜間一個残してるんだ。そっち先行こう。なんなんだろう、あれ。気になるね。で、これはこっちから行けるのか。ワンチャンこれ飛び乗れ、ないないないよ、飛び乗れないよ、みんな。真似しちゃダメだよ。どうすればいいんだ。さっきぐるってこっちから回ったな。回るのか。あ、この上から行けそうじゃね。多分。おそらく行けると思います。で、まだやってない夜間13番が。え、待って、ごめん、いけるって言っちゃったけど、ごめん、本当にごめんなさい、本当にごめん、もう何回落ちた、今日も、落ちた、落ちすぎだよ、どこだよ、これ、あ、戻されちゃった、なんでだよ、あっちだ、あっち、あれ、結局、でもどうやって行くんだ、下からか、一旦、上から見て、これさ、ジャンプで行けないかな、二の舞かな、いけ！もう無理。俺の心のライフはもう無理よ。ねえ、わかった。こうやっていけばいいんだ。ね。こうやってジャンプしていけばいいんだ。もう僕の心は痛い。ああ！こっち？あ、こっちはいけるよ。ほら、危ねえ！危ねえ！まだ泣くとこだったよ。泣きつくとこだったよ。こっちね。あれ？あれ？あ、上からか。あ、ごめん、上からだ。危なかった、危なかった。こっちか。これでようやくいけるな。最後の。うん、最後の夜間です。ボス手前ですね。あなたの色計画始動って書いてあるけど。何なんだろう。どういう意味なんだろう。俺の色計画だと？やばい、開幕した。クライマックスシリーズ始まっちゃ。応援しなきゃ。両方好きだけど。阪神も横浜も好きだけど応援しなきゃいけない。始まっちゃうよ。さあ、イングリ気をつけて。あ、もう使っちゃったんだけど。ごめんなさい。あ、インクタンクある。ラッキー。え、なに？あ、敵のインク触れたらダメなの？見てなかった。ごめんなさい。なるほどね。で、結構シビアだな。そう考えると。しかも、一回しか使えないんでしょ？ああ、シビア。ちょっとこれ、こういうの苦手なの。毎回回復させてくれるんだけど、これどうすればいい？で、こっちで平気？やばい。入る！オッケー！危ねえ！ジャンプするしかないもんな。あそこじゃね？だよね。オッケー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 。で、ここに入って、うわ、見えない見えない。オッケー。はい、ここまで来たよ。どうすればいいんだ？カーリングボムを垂らしていきましょう。ああ、間違えた。いいんじゃない？いいんじゃない？ちょっとイカロールもしたいけど、イカロールちょっとさすがに危険なので、やめましょう。途中さ、なんか、見るやつでさ、この見るやつでさ、びっくりするから。左に上がれてから行くか。これは、どうすればいいんだ。ゴルフしてる感覚、あ、いける？無理だな。一旦右取ろ。ふい！おい、完璧？で、どうする？戻る、普通に。はい。はい。で、あいつに道作るか。で、ジャンプ。うわぁ！で、さらに行くには、こうやって道を作りつつ。おい、消すな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 ！行くしかないだろ、こんな！おぉ、危ねえ、来てた！うわぁ！なんで消すの、あいつ、危ねえ！よし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 、さらに行けるところは、で、これさ、ちょっと道作ってさ、これ乗ってさ、ほら、乗ってこうでしょ。はい、完璧、完璧、完璧。頭いい、頭いい。天才、天才。うわぁ、消すやつ来た。まずは正面。ここ。ああああ、え、いけるこれ。
落ち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 、これいくらでもってもダメなんだよね多分。いやマジか、こっからか。ここまでもいけるっしょ。あぶ、あぶれあぶれ、今あぶれ、今死にかけた、今死にかけた。はい、焦るな、せっかちな俺はよく焦ってしまうのでダメなんです。はい、で正面にヒッといて、あー危ない、ここまでは OK、 ここまでは OK なんだけど、ここからですね、もしかしたらあそこに当てればいいんじゃないかな。どうこれ、無理だ、終わった終わった終わった。イカロールでいく、あ無理だ失敗したこの時にね、イカロールを失敗するのが俺、あー待って、大丈夫からな。あ、チェックポイントになってる。待って、これ難しくない？みんな。みんなもこれクリアできたの？な、え、マジで？でも心の声聞こえた。マジでできたんだ。すごいね、みんな。普通すごいよ。ここまでは、いける。ここまではいいじゃん？こっからなんですよ。なんか跳ね返してもダメだったんだけど。あ、いけんじゃん。あ、いけんじゃん。おいおい、いけるじゃん。みんなこれできたか？もう俺だけかできたの？みんなできたのか、ちゃんと。うれ。よし、これ。最後これ割れなかったらめっちゃ。罠だよ。オッケー、でもなんとかなりました。もうボスか？ミステリーファイルもゲットしたし。夜間も全部クリアした。ってことは、上の夜間行くだけ？なんじゃないか？そうだよね。これだよね。近くまで飛ぼっか。うわぁ、貫通した。よし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 。上に登っていきましょう。なんか緊張する。ボスでしょ？誰に捕まってんの、ところで。鮭。鮭じゃない。あ、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん。じいちゃん、お前誰に捕まってんだ？なんかね、誘拐されてたんだよ。毎回誘拐されんだよね、でも。どのシリーズでも。うわぁ、近づいてきた。来た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 。黒幕でさ、俺さ、クマさんみたいな。私はクマさんだみたいなこと言ってたからさ、黒幕クマさん的な説もあるじゃん。でも実際さ、わかんないし、今までウツホと、フーカと戦ってきたから、万太郎が出てくる可能性もあるんだよ。オルタナに封印された強い心。結局ね、何なんだろうね、ボスって。わさび、タコツボわさび、なんだっけ、タコワサ将軍でもないしね。はい、よろしくお願いします。ヒーローシューターだね、使うのは。なんだ？なんだ、誰かいる。あ、待って、万太郎じゃねえ、あれ。ここ万太郎じゃん。何してんの、万太郎。俺、フェス2回マントレーラーで負けてるんだよね。恨みを晴らす時が来た。えい、待つんだ。パンニャのお面つけてる。えい、お宝は譲れない。えい、本当は戦いたくないけど。えい、バンカラのために。うわぁ、なんか強そう。来た来た、不思議生物マンタロ。なんなん、なんなん、あんた。なんなん、えい、僕の技、解くとは、なになになに、これ攻撃すればいいん？とりあえず攻撃するわ。はい。とりあえず万太郎攻撃、あ、出てきた。あ、終わった。あれ万太郎弱くね？なんか色すごいな、下の。えいさん、えいさん、何してんの、えいさん。みんな出てきてるから、あれか？今回は、敵なのか？あのニュースしてる3人組は。未だにわかんないな、謎が。戦うのはね、もうね、多分みんな知ってると思うんですけど。で、見破れるかなって。もうスーパーチャックスいけね、これ。参戦。ああ。ああ。なんか一応攻撃してるみたいなんだけど。一応 A さん攻撃してるみたいなんですけど。そんなに、ダメージを食らわないというか。ただ、ただちょっとね、分身体が多すぎてね、大変ですね。ここら辺いるんだろう。どこだ？うわぁ、壊されちゃった。すごい翻弄されるな。あぁ！やられた！まさか A さんごときに！
A さんごときにやられたぞ。なになになに、万太郎どこに入ってるんだ。とりあえず分裂させる、分裂させた方が良くないのかな。おれおれ、あ、なんか出てきた、あ、違う人だ。動いてるよこれ。はいはいはい、倒させて、あれいないね、消えた。え、難しい、危ない。ボムは着地で回避、オッケー。結局万太郎いないんだけど、あ、いた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 、うわー、びっくりした。どう、今避けたけど、あ、出てきた、万太郎出てきた。よし、これ2回目か。なんか難しいってわけではないけど、なんか俺強いって言われてるわ。なんかいい気するな。悪い気じゃない。強いよ俺は。本気で来い。エイさん。本気で来ないと俺には勝てない。一回倒してたけど。三回倒すことはできん。来い。エイさん。とりあえずボムを投げてみよう。あ、これだけでもいいや。あ、これだけはあんま攻撃してくれないんだ。なんかここ登れるけど着地しろってことなのか。というわけでもないか。お、なんか出てきたね。A さんはどこ行った、なんだ、あ、これか、トーピードも出てきたね。 A さん、おっと、 A さん足元にもいる。どれが本物の A さんなんだ。おっと、トーピード、危ない、トーピード危ないんだよ。またトーピードか、誰だ。 A さんしかいない。うおっと、危ない、本物いるだろ、絶対本物いるだろ。ここどれが本物なの、これ、どれ、ボムとかやってくるのがもの。あー、着地で受けて。オッケー、リングも回復できた。もうこのまま打ち続けろ。あ、エイさん出てきた、やったー。お、エイさん逃げ回ってるだけじゃねえか。もう、ただこのインクの色すごい綺麗だね。この場はそれまで。あ、逃げる？わー、自爆？逃げてった、アイさん。なんだったんだ、あいつは。あ？なんか出てきたぞ。これ、もしかして。アイテム、お宝だ。いただいちゃいましょう！よし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 。ただ、なんか全クリって感じではなさそうだな。まだ続くのかな？まだ、何かが起こるのか？このパーツ3つ使いそうだよね。あ、来た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 。よくやってくれた3号。しかしスリミ連合も懲りない連中だ。と司令は言っておるよ。ザ。たし。応答されたし。あ、じいちゃんだ。やっほー。おじいちゃん大丈夫？今どんな感じ？おう、やっと繋がったぞ。助けてくれ。わしを閉じ込めた言ったのはクマさんとか言っちゃった。本当にクマさんが悪いやつなのか。聞こえてくる音と薄い空気からして、ここはかなり高い場所のようじゃ。標高の高いとこいるんだね。空気がないっぽい。え？マジで？この辺で高いとこって言ったらもうあそこしかないっしょ。来た来た来た。ふむ。ここが高所だとよく分かったね。やはり、カラスの身部隊を率いた歴戦の白きゲソ。侮れないな。予定より少し早いが、邪魔が入る前に済ませてしまうか。なんじゃ？何をする？なあ、大丈夫か、じいちゃん。じいちゃんやばくね。じいちゃん、クマさんに捕まったぞ。あのブラック企業と言われているクマさんに捕まったぞ。じいちゃん大丈夫？え、あそこまで行かなきゃいけないの？お宝を使って、ロケットを乗り込む準備ができたら、お宝のとこへ行って教えてね、だって。できました。じいちゃんを助けに行きます。ヒーロー装備の強化は、大丈夫！もう、いいんだ。そして、俺が見たかったクライマックスシリーズ、始まっちゃった。いいんだ、でも、行くんだ。ん？一番標高の高い場所。あのロケットってことか。でもでも、ボーボーのケバインクだらけで近づけない。このケバインクは、上から行くんだろうな。まあ、小鮭さんでもこの拷問は無理って書いてある。ひどいな、拷問って言い方。これはもしかしたら、ヘリコプターなんじゃないかな。飛行機かな。プロペラっぽいから、ヘリコプターっぽいよね。お宝があったよ。え、かっこいい。
かっこいい。なに？なんか作ってます。え、かわいい。みんな作ってくれてる、俺のために。これなんだ？あのゴムもさっぱりで、あ飛んでくんじゃないんだ。剛毛カッターか、これ。脱毛これから。芝刈り機か。あ、投げてった。てか、かっこいい。かっこいいすぎて。かっこいいんだよ。かっこいいんだよ、この子たち。かっこいいんだけど、やってることはさ、脱毛なんだよね。トゥルトゥル。ついに、手術完了しました。で、これでいけるようになったのか。まさかあれがな、剛毛だとはな。あれだって壊れちゃってない？ああ、え？指令が、捻挫しちゃった。動かなくなっちゃった指令。あ、でもこの上に行けって書いてある。なんだ？スリミレンゴまた出てきた。やるのか？わしらがそう簡単に引き下がると思ったら大間違いなのじゃ。ここで手引いたらスリミレンゴの治れや。痛い目に遭いたくなければおとなしくそのお宝を置いていくんじゃな。えい。もういらないよね、このお宝。やっぱそうだよね。はいっすよ。お宝。これで仲良くできたらいいです。譲ってくれるんか？何度も喧嘩をふっかけたわしらに。なんと、なんと懐の深いお方じゃ。あら。でもね。でも、あぐらはね、誠意を見せる座り方じゃないんだよ。正座はいいよ。あぐらは違うよ。ただ、海外からするとあぐらでもいいんだろうな。多分な。ぶっちゃけ俺足痺れるしな。よし、ということで、ホタルちゃん射程かね、射程じゃないだろ。射程なの？マジ？まあ、いいだろう。みんな、ごめんね、とりあえずインクかけてみるわ。こういうの。このインクかけてみたい派なんで。足くじいちゃった。ブルブルしない？あ、ブルブルしないんだ。すごいなぁ、ホタルちゃんは。俺の攻撃を避けている。曲者も？お、すごい。ちょっと当たったよね、今。僕は小鮭の攻撃を。無理だ。曲者だ。上からの雨で。もういいや、もうくだらね。お前早く行けって視聴者に言われてるから行ってきます。ん、多分子供たちが、うなちゃん早く行って早く見たいって、多分ね、求められてるので、ちょっと先に行きたいと思います。